変化はすぐ現れないかな。まあ一応掘っとくか。後で土まだ残ってるってなったら嫌だしな。掘れる時に掘っておくと。よし。ショート的な掘り方していくわ。時にはセカンドに、時にはサードに、時にはファーストにボールを投げる。そんな掘り方をしていきます。かっこいいでしょ。ショートが一番かっこいいから。ショートなんかやったことないけど、だいたい野球部あるあるだけど、ショートってキャプテンだよね。だいたいショートキャプテンだよね。わかんない。まあ、あとキャッチャーがキャプテンのとことかもあるかな。キャッチャーかショートじゃない、キャプテンって。うち副キャプテン、三塁コーチャーだったけど。うちの野球部はキャプテン、副キャプテンが三塁コーチャーだったけどね。いや、違う。あ、そうだな。キャプテンがキャッチャーで、副キャプテンが三塁コーチャーだったわ。そう、なんかすごいなって思ったけど。うちの高校は。まあでもやっぱ、三塁コーチャーってめっちゃ声出すし、なんか的確な指示ができないとできないからな。まあ、プレー的なはそんなにあれだけど、うん、ある意味人望的な意味で言えばよかったのかもしれない。よし、はい、だいぶなんか巨岩石から小山って感じになってきましたね。小山力也って感じで、あれ、そう、こんな感じの名前だっけ、忘れたけど、うん、やってるじゃないか、まだだ、早くしろ。全然わかんない。もう時間がない、早くしろみたいな。あれ小山力也だよな。わかんねえや、声優中の血が騒いじゃん。またさあ、そろそろダイヤのスコップが壊れるので、うん、一回見に行きましょうか。あ、壊れた。よーし。では見に行きましょうか。さあ、外形を見るぜ。よいしょ。スクリーンショットの時間。うん、いや、でもかなり、うん、いい感じになったんじゃないかな。ディリ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 。わかりづらい。いやでも、うん、もうここ一帯は土完全になくなったな。まあ裏にはまだタラクが積んであるけど、いいね。うん、な、心なしか高さも低くなったような気がするし、うん、だいぶ掘れてきたんじゃないか。うん、ちょ、スクショ舞台頼むわ。うん、いやでもあれみたい、なんか町外れのさ、貝殻工場みたいな。ありがとうございます。町外れの貝殻工場とかの感じじゃない、まあ、貝殻じゃないけど、そう、なんか土とかを収集する場所みたいな。うん、見せるわ。最初がこれで、で今がこれ。どう？
ちょっと分かりづらいかな、まだ。同じ場所から撮った別の写真出すか。はい。こっちビフォー。違う。こっちがビフォーで、こっちがアフター。あれ？全部ビフォーなんだけど。ちょっと待って。どっちもビフォーなんだけど。やばい、両方ともビフォー開いちゃった。ごめんなさい。やめてな。こっちがアフターだわ。ビフォー&ビフォーだったわ。最初がこうで、その次がこれ。これがこう。まあ確実に言う土はなくなってるよね。ほら、上の土がなくなってます。アハ体験、うん、上の土が取れたって感じかな、うん、影もっといいな。俺も入れよう。もっともっと影もっと。影もっと入れよう。俺もなんか水の表現がすげえいい、うん、雑じゃないのが、うん、うん、だいぶ。でもこの岩削らなきゃいけないのか。岩だな。でも全然メインはまだできてないですね、うん。よいしょ、じゃあやりますか。ビフォービフォー大改造、ビフォービフォー&ビフォー。ちょっと今度影もっと入れよう、うん、まあ、今はちょっと重くなるから入れないけど。、うん、うん、やっぱ石削らないとな。石を削らないと。まあでも結構内部には空洞あるから、そんな見たまんまあれ全部やんなきゃいけないってほどじゃないから、まだマシかもしれないけど。ちょっと金ピッケル、金ピッケルじゃねえわ、金スコップ使ってみるか、うん。まあ全然、あ、てかダイヤめっちゃ見つけてきてる、いいね。2本ぐらいでいいや、うん、よいしょ。でもこれあんまスコップ だと効果実現実感できないかもしれない、うん、スコップって元からそんな遅くないからな。最高点9段下がってる。まだ9段か。あーすげえ、なんかあれみたい、リアルが出てきそう。うん、なんかリアルが出てきそうじゃね。すげえ、この岩がすげえ平面になってる。わあすごい、うん、これがやっぱ聖地の醍醐味だな、うん。最終的にここら一帯をそうするからな、全部。あ、木燃やしてくれるのありがたい。ちょっとスコップだと分かりづれえな、これ。ピッケルにすればよかった。うん、なんかスコップ元からそんな遅くねえから。あ、壊れるの早っ。どうも実感しづらいな、うん。ピッケルにすればよかった。よし、通常では許されざる行為だからね。木めっちゃ燃えてるけど。壊れんの早っ。なんだこれ。
次からピッケルにしよう。でも確かにまあ早いかな、うん、もうないし早っ。早っもうないし。好き、贅沢な使い方だな。もうあと2個しかない。10個ぐらい作ったのに。はい。その分掘るスピードも速いけど。また現場監督いるし。なんだこいつ。お、死にてえのか。現場監督がまた見てるよ。でも多分金のスコップじゃ殺せないんだよね。死なない。え、死んだ殺された現場監督。やられた。許さない絶対。現場監督の敵は取るぜ一発殴ったの俺だけど。現場監督が死んだ。まあダイヤがそこそこ早いからな。ぶっちゃけそんな気になるものではないかな。元からダイヤが結構早いからな。頭おかしなるでほんま。よし、ちょっと待ってね一瞬だけパソコン更新します。パソコンじゃない、放送更新します。いや、にしてもどのぐらいかかるかな。24時間以内に終わるかな、うん、まあぶっ続けでやるわけじゃないけど、よし、オッケー。じゃあそれでは続きやっていきますか。いやー長いね。いやもうほんと作業用、ほんとに作業用 BGM として聞いてくれBGM にすらなりえないかもしんないけど。
りあえずまずは土だな。土さえやってしまえばだいぶ楽になるから、まあ、あとピッケルだけでいいってくらいにしないと。よし、お、いいね、下りに入ってきたねそろそろ、オッケー。あ、いいね、こっち側の土取っといてくれたんだ、助かる。オッケー、もうだいぶ紀元山の下に降りてきましたね。高さなんぼ今？73、オッケー、73だな。よし。空洞が、さっきあったマグマのとこ落ちちゃいそうだな、これ。これなんか下手したらそこのマグマ落ちるぜ、これ。ちょっとここちゃんと閉じときたいな。ピンポイントなんもだって。落とせない、なんか、なんか俺が落ちるか。よし、現場監督の肉も捨てよう。よし、現場監督よ、永遠に。よし、オッケー、じゃあ作業続けますか。い、土にしといたら間違って落ちそうだな、穴掘って。それだけ気をつけないと。マグマダイブはしたくないな。こっちやべえな、どうすっかなこれ。こっち側からやるか、これやべえどうすっか。とりあえず向こうの紀元山まで一回行ってみるか、73でどこでもいいや、こっから行くか。じゃあちょっと雑草がすいません、よし、うん、バグった。で、紀元山がそこか、なるほど